メガクリテは木星の第19衛星である。2000年11月25日にスコット・ S ・シェパードが率いるハワイ大学の観測チームによって発見され、s 2 0 j 8という仮符号が与えられた。観測にはハワイ大学の望遠鏡が用いられ、翌2001年1月5日に他の木星の衛星の発見と合わせて小惑星センターのサーキュラーで公表された。 その後2002年10月22日に、ギリシア神話のメガックライトにちなんで命名され、ジュピター6という確定番号が与えられた。なお、当初国際天文学連合が発行した電報には、マガックライトと呼気されていたが、後に訂正された。メガクリテの見かけの等級は21.7であり、アルベド0.04と仮定した場合、メガクリテの直径はおよそ5 4トルと、 推定される。また、密度を2.6グラム毎立方センチメートルと仮定した場合、質量はおよそ2.1014キログラムと推定される。メガクリテは、木星から2300万から2400万キロメートル前後の距離を逆光軌道で降転し、軌道傾斜角が145度から158度程度の不規則衛星のグループであるパシファイ群に属している。 2018年時点で発見されている木星の衛星の中では S2032 に次いで2番目に軌道長半径が大きく確定番号が与えられている中では最も大きい。ありがとうございます。